なかなか練習ができなくて、みんな早く野球したいっていう感じで、やっと練習が始められた時はみんなすごい楽しそうに元気にやってました。3日間連続で試合があったんですけど、とりあえずまだ一勝もまだしなかったんですよ、このチームで。なのでまず一勝っていう目標がありました。久しぶりに試合ができたのですごく楽しかったんですけど、いつも練習で出ないような小さなミスがたくさんあったので、そこが敗因につながってしまったかなと思いました。声とかはしっかり出てて、全体的な雰囲気はすごい良かったと思うんですけど、一人一人がまだまだその自分のできないところとかを把握しきれてない状態だったので、今回の試合で見つけた反省をしっかり練習でやっていけるようにしていけば、もっと強くいいチームになれるのかなって思います。まずはこのチームで1勝することが第一目標にあるので、みんなで声を掛け合ってまず1勝できるように練習の時から意識してやっていきたいと思います。残り3ヶ月なんですけど、そのテスト期間も含めちゃんと個々の自主練も頑張って、もっと打てて、もっと守れるチームになりたいです。東京都っていうのがコロナで練習時間が少なくなっちゃうのも頭に入れて、その短い時間で質を高めて頑張っていきたいと思います。走れずっと、走れずっと、走れずっと